丸くマトリョシカとトルピカル。で、第一章の MRL 論文を読むの、2回目です。今回はアダプティブクラスフィケーションの話をしようと思います。で、表現の次元が変わるにつれて予測の精度がどう変わるかを見てみようというふうに思います。で、表現の次元が低くても、例えば32次元でもかなりの精度を持ち得ることが示されています。で、最初の例はこの絵なんですけれども、だからプラスティックバッグ、GT、グランドトゥースですね、多分。で、プラスティックバッグなんですけれども、これですね、最初8次元の表現では、右上の他のものが存在するのは混乱したショーキャップを予測しています。だけども16次元以上だとちゃんとプラスティックバッグと答えています。これ見てみましょう。これはヘビの頭です。ロックパイソンという種類らしいんですけど、よくこの世界はロックパイソンなんですが、で、こういうふうになって、で、8次元モデルは同じ、これやっぱヘビであることは、ただスーパークラスはヘビなんですけれども、ヘビの中のボアと混同しています。だけど、16次元以上では正しくロックパイソンと答えています。これちょっと難しいやつですね。これは、正解スイートスウェットシャツですね。なんだけれども、で、これを見ると、これ8次元、16次元間違ってますね。で、8次元、16次元のモデルでは、人形の目をピントが合っているんで、シャツのピントが合っていないんですね。5次元では、32次元ではちゃんと、もう、スイートシャツになってます。まあ、こういう感じなんですけども、32次元で結構識別できるんですね。で、それがアダプティブクラスフィケーションってやつなんですけども。で、これイメージネット1K、1K ってやつは、これはクラスが1000個あるってやつですね。これには5万枚の、ラベル付き検証画面、テストケースですね。で、これで訓練させるやつが5万個あるんですけれども。で、このイメージネットの 1K の検証セットの全ての画像に対してモデルがうまく機能する最初の表現を使用するってことをやっていきます。で、イメージネット 1K 検証セットは50キロあるんですけど、その中の10キロのサブセットを使って表現サイズを MI から MI プラス1に増加させるポリシーを学習させます。このポリシーが基本的には単純なもので、表現サイズ MI を用いた予測信頼度 PI が学習した式位置を超えるかどうかをで判断するんですね。それを学習させてきます。で、この予測信頼度がこの式位置より超えていれば、この MI の予測を使用すればいいし、そうでなければ表現サイズをもう一つ上に増加させるってことをしていきます。で、式位置をどう設定するかっていうのは、その式位置は当然0から1の間を取るんですけれども、このグリッド原則は総あたりですね、これをフェクサンプルで実行して、各式位置について実形、これはだからサブセット5万個あるうちの1万個で分離精度を計算して最も精度の高い最初の式位置に設定する。この手順で連続するモデルで2048816432っていうふうにだんだん増やしていくわけですので、これで連続したモデルの式位置を取得することができる。で、推論するのは、残りの4万サンプル、今は1万サンプルの式位置の計算を使っちゃったんで、残りの4万サンプルを使用して、で、最小サイズの表現、M が8から、エンベディングサイズが8から、8次元から開始して、計算された予測信頼度と P8 ですね、学習させた最適式位置 T8。を比較して、で、予測信頼度が T8 より小さければ M を16に増やしていく。で、それをずっと
2028までこの手順を繰り返していけばいいわけです。で、表3と表6、図6、これ次に見ますけれども、イメージネットを 1K で 76.3% の分離制度を達成するためには37次元で十分だという話ですね。これは FF512、 ちょっと後でちょっといろんなモデルや案が出てくるんで、後でちょっとまとめますけど、これは要するに固定して固定長で512次元で計算したものよりは、で14倍小さい。で、これは512を37で割ってものが14になるっていうことなんですね。で、この表3というのはこういうやつなんですけども、期待される表現のサイズっていうのは、赤い線で囲ってある36.28プラスマイナス4.7、赤色の人は37ってここのところなんですが、これを見てるとですね、正確さが76.28プラスマイナス0.16から大して変わらないんですよ。次元がどんどん増やしていっても。で、これはだいたい FEC18.85 までやってるんですが、76.28から76.43、76.53、76.55、76.56 と下の図見れば分かりますけれども、のが分かりやすいかもしれないですけれども、上の点々が512で固定長でやった FF2048 ってやつなんですけれども、で、それよりは低いんですけれども、普通の固定でやったやつよりは高くなるし、十分だってか、これ以上ドアからいくら増やしても増えないんですよね、多分。で、十分な結果を出しているということが、これを見てもわかると思います。だいたい37次元で、だいたいあとは飽和するんですね。で、ちょっと話が逆になったんですけれども、この MR 論文でいろんな図表がたくさんあるんですよ。図が12個、表が31個あって、40何個あって、これ読むのなかなか基本的なところが押さえておかないと何の表なのか分からなくなるんですけれども、基本的なのはデータセットとモデルの訓練方法2つで見ていけばいいと思うんです。データセットは細かい説明、今イメージネット1K については先ほどちょっと説明しましたけれども、大体1、10、100、1000万、10万、100万、120万ぐらいのイメージで、で、ラベルが1000個あって、で、検証、テスト用の、検証のデータセットが5万個あるというやつですね。イメージによって 4K のもっとでかくて、で、これはクラスは多分4000個あるんで、この巨大なデータ、あとその JFT300M とかアラインとかあるんですが、それはまあ後で見てください。で、問題はです。これはデータセットなんですが、それとは別に、これをどうやって計算する、どういう訓練をするのかって、これはあれなんですね。レズネット50ってやつ基本的に使ってるんですよ。で、MRL ってのはレズネット50ってやつの、レイヤーのある部分を、この MRL、ここにライトブルーで書いてありますけれども、そういう関数で置き換えたものですね。まあ、今回アルゴリズムの話をするんだけれども、まあこれはまた実際にはなかなか面倒といえば面倒なんで、まあこのレズネットの一部分を変更したものですね。それは何種類かあって、で、まあ2つですね。MRL と MRLE、エフェクティブ、エフィシエントというやつと、あとは FF ってやつ。これはまあ固定長で決め打ちで、K が8、16、32っていうふうに、倍々で増えていくやつで、計算したものですね。
で、レズネットっていうのは、なんと、これは、何のことはないっていうか、コンボリューションネットワークで、これは有名って言っても、僕が知ってた頃は、レズネットっていうのは30ぐらいのスタックだったんですが、今はレズネット50で、僕はちょっと遅れてるんですね。これは、ある程度有名な、ディープレズリアルラーニング、レズリアルコネクションっていうので、一つ飛ばして次に進む、もう先へ進んで、上の図のところでこう矢印、山形になってるのが、スキップして次のとこ飛んでいるのがわかると思いますけれども、これもあれですね、多分、まあ、いい加減なことを言ってもかもしれない。トロピカルでうまく説明、これなんでこういうせ、発散しなく、これがないと実は、グラディエント、うまく計算できなくなるんです。ただ、こうやってグラディ、あの、レズリアルなコネクションを使うと発散しないで、値が求まるんですけども、で、それもなんかそのうち説明できるような気がします。で、これはまあ、ここにURL 書いておきましたんで、こういう論文があるってことです。これはでも、この論文で書いたのは、50はないですよ。これ34だと思ったけども、34段のコンボリューションですね。だから、MLL を訓練してるのは、いろんなデータセットを使ってるんだけども、訓練してるのは、コンボリューショナルネットワークなんですね。まあ、そういうことで、モデル、データセットと訓練する、レズネットはその訓練方法の方の名前ですね。その辺を頭に入れると、数十枚図表があるんですが、それは少し理解しやすくなるんじゃないかなというふうに思います。で、次回は、まあ、アルゴリズムの話は、まあ、最後にしてもいい。まあ、あんまり、実際に、アルゴリズムは、まあ、エンベディングはほとんど、自動的に計算してくれるんで、で、まあ、それはそんなに、まあ、むしろそれをどう使いこなすかっていうことが、一つは、だから今言った、アダプティブにやると、表現の実数を低く抑えても大丈夫だ。だ、足りなかったら次元を増やしていけばいいっていうのがアダプティブクラスフィケーションっていう手法ですね。次回は、もっとこの手法が有効だっていうか、もっとってこともないんだけども、分野が違う。レトリーバルってか、データの取得の際にもこのアダプティブな、リトリーまあ、表現を見つけてくる、表現じゃなくて、データを見つけて、検索を使う手法ですね。その話を次回しようというふうに思っています。